ちょっと今いろんなことが起こりましたいろんなことが起こりましたが、まあ何かしら大丈夫なんで、ちょっとねいろいろ、バタバタしております。もういちです。としきです。こんばんは。よし。はい、というわけでリスペクトフォーマンティッククライシスへようこそ。こんばんは。つうわけでですね、5月何日だっけ、今日は5月20日ですか。ゴージャスです。いやちょっと待って、心の準備ができてなかった。高田、その懐かしのネタはやめようぜ、もう。一人で、あのね、最近本当思うんですよ、ちょっと、あの、棚中解いてる時とかね、結構、わちゃわちゃできるんですけど、一人喋りって改めて難しいなと思って、なんかこういうね、一人でいる場所で、ここ、皆様が見てるだけのこの空間でね、レボリューションとかできないわけですよ、なかなか。わかります？まあ、あまりこういうことを言うのは申し訳ないと思うんですけども、前回はどうも申し訳ございませんでした。ちょっと前回から、前回というかね、なんかこう、この放送もね、YouTube に配信しだしてから、これで早10回目なんですけど、なんかね、さすがにこう、やって、撮ったやつを翌日編集とかしてわーってやってて、こう同じ1週間こうルーティン化してくるとね、やっぱりこう人ってダメになるもんで、なかなかねこう持続させることって難しいなと思って、結構なんでしょうね、もうこういうこの枠ってこう僕がわーよー楽しんでるのを見てみんなも楽しんでるくれる感じをね、やるのが良かったのに、なんか一人でこう変な責任感を持って、なんか間違えたら俺はもうダメだみたいなことになってしまって、なんかもう真剣に病んでしまいましてですね、その間いろんな方にこう叱咤激励いただきまして、ようやく目が覚めましたということで、心機一転、今日からまた、皆様の力、お力にね、明日への活力になるような、そんな放送にしていきたいと思いますので、引き続きご愛顧のほどよろしくお願いします。では、今回はですね、あと、まあ、50分ぐらいしかないんですけども、おはようございますおはようございます。前回いただきましたリクエストがだいぶ溜まりましたので、ちょっとそちらを順番に全部できるかなっていうところなんですけども、やっていきたいと思いますので、硬いそうなんですよ、硬くなっちゃダメなんですよね、とか言いながら1曲目すごい硬いんですけどね、ちょっとまあとりあえずやりますね。まず1曲目はですね、今日雨やったらよかったなと思ったんですけど、雨じゃないんですけど、レイニーデーをやります。ソナティッククライシスの、はい、ではいきます。
リジェネレーションいきます。この世界を美しい
はい、というわけで1曲目はハーティククライシスのレイニーデイ、そして2曲目は石崎ストムのリジェネレーションでした。レイニーデイはですね、初めて今日指弾きをやってたんですけども、案の定こっちに聞き取られて歌詞が飛んで、家じゃうまくいったんですよ、これが。家ではね、うまくいったんですけどね、なかなかね。いやいやいや、本日ゲストに異国とさ、マジっすか。今日も重たいのか。一回ね、本当にちょっと放送飛んであって申し訳ないんですけど、アプリを本当に強制終了してしまって、ほんで入り直すとね、良くなる可能性もありますんで、ちょっと参考にしててください。それではちょっと2曲目終わり、2曲目じゃない、3曲目か。今日はどんどん行きたいと思いますので、ラジオ感覚で聞いていただけると。ちょっと先にコメントだけ拾っておきましょうか。皆さん、改めましてこんばんは、としきです。ファラティッククライシスと石崎ストムのコピーばっかやってます。というわけで、はい、私は元気です。その説は私にこう、バカ野郎この野郎、てめえが元気じゃなかったらダメなんだよって言ってくれた皆様ありがとうございました。私は元気です、おかげさまで、皆様のおかげです。まあ今日はね、その恩返しができるように一生懸命こう皆様にパワーを与えられる歌を歌いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。そして、あ、レピさん、こんばんは、いらっしゃいませ。これ言っていいんかな、レピさんって方がね、ピアノを弾いてらっしゃいましてですね、先日ファナのリビンド41ピアノでね、こう弾いてたのを、ピアノじゃない、ツイッターに上げてはったんですけど、よかったらそちらも聴いてあげてください。かなりいいので、はい、私はこの人のピアノ好きですよ。メガネ変えた？いや、いつも通りですよ、いつものメガネですよ。多分ね、僕が元気になったんで、こうメガネもシャキーンとね生えるようになったんじゃ、黙らっしゃいっていうね。よし、じゃあ、次の曲いきたいと思います。今日はもうリクエスト祭りなので、どんどんいきますよ。一瞬だけ復習させてください。ピチカポだったかな。じゃあ、ファナティッククライシスのドラキュラいきます。Yeah.
アキラでした。むずい難しいですねこの曲はね。そうですね、ツトムシがエロキングだからしょうがないし、こう、ツヤっぽく歌おうと思ってもなかなかこっちに行ってね、手を持ってかれるとこっちがね難しいんですよなかなかね。あ、いえいえ、ありがとうございます。そんな照れるやないの。では、前回ちょっと途中までやってできなかった月の花を今日はリベンジしたいと思います。では、聴いてください。 For in the moonlight 僕は今上にある、原曲再現をしようと思うとね、タカ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 チャーンタカタカチャーンチャーンチャーン、このカッティングミュートがね、なかなかかっこよく決まらないっていうのがね、あの家の中で何回もギターをえいってやった曲なんですけどね、できるかーっつって今日はすげえ畳みかけるね、パワーを感じるぞ。そうでしょう今日テンションうえー冗談ですよ、はい、ではそんな、イケイケなテンションに水を差すしっとりとした曲をここでお届けしようかなと思います。 YouTube アップを楽しみにしてます。とりあえず子供寝かして、ああどうぞどうぞ、いってらっしゃいませ。また後で来てくださいね。ではこの曲もですね、前回リクエストいただいて覚えてないっつってできなかったファナじゃない、つとむさんの月光やりたいと思います。
ただね、この曲はイントロがやっぱりミソな曲なんですよ。このこれをね、一本じゃどうしてもうーんってなって、とりあえず苦肉の策でこんな感じでやってみましたっていうので聴いていただければと思います。では聴いてください。もう一回いかして。これね、難しいんですよね。ここやな、ここやね、ここやな、ここなんですよ。約束は今でも透明な月
はい、というわけで石井つとむさんで月光でした。なんか今日カミカミなの。はい、こんな感じです。ということで、ね、このキメがね、ここがね難しいね。なんとなくでやってましたけどね。はい、ありがとうございます。次の曲が、いけるかな、ギリギリだなギリギリだな、残り曲ギリギリということで次はちょっとね、久しぶりに前の放送終わってからツイッターでリクエストをいただきまして、グレーの曲をちょっと今日は1曲ねじ込んでいきたいと思います。グレーのですね、1996年ですかね、の作品で Together という、拓郎さんの20代の壮大な失恋劇を描いたという曲をリクエストいただきましたので、やってみたいと思います。後半だいぶ声張るんで、もしかしたらマイク割れるかもしれないんですけど、ご容赦ください。マイクちゃんと取れてるか。あ、取れてる取れてる。じゃあやってみたいと思います。聞いてください。日差しに照らされ
曲ですね。胸が熱くなりますね、この曲は。いやすごいわ。はい、というわけでもう早いもんで後半戦ということでですね、前回、タップさんだったかな、リバースやってくださいということでリクエストをいただいたんですけども、ちょうどその前回の僕の暗い話があってリバースがちょっとまあ次やってきますって言ってこう準備してたんですけどね、いざこう歌った時にですね、改めてこう歌詞を見て今の僕に足りないものが全部書いてあってですね、泣いたわさすがに。まあでもこう本当にいいタイミングでいろんな人から声かけてもらったり、この曲を改めてこう見返すことができたりと、自分の中ではこう本当にいい、なんていうんですかね、刺激になったというか、今日はそんな気持ちも込めて、歌いたいと思いますので聴いてください。ハロー、元気でいますか、変わらずいますか、あの日のことを覚えていますか。ハロー、年も取りました、傷も増えました、大切なものも少し増えました。愛の歌は時を超えて君の頬を伝え、優しさに変わるよ、恐れないで迷わないで、言葉の数だけ無限に続く。
すぐできるから、ありがとうございます。72時間を見て笑ってしまいましたけども、24時間ってね、確かね。ゆうこれもらっちゃいなよ。いやこれはね、まあもらいたいですよ、本当はね、もらいたいですけど、これはもうファンのね、皆様で作った名曲なのでね、こうツトムファン、こうみんなでこう大事にしていきたい曲だと私は思います。では続けて聴いてください。この曲もリクエストで、この曲本当に久しぶりですけどね、この曲もこのタイミングでできることは非常に嬉しいです。聴いてください、ツトムさんのカバーでワンダフォール。Oh,
かこの世界にはない、あなたのことを無条件に僕は愛してる。というわけで伊勢木勉さんカバーでワンダーフォールでした。ありがとうございます。早いものでラストとなってしまいました。今日は早いですね。1時間はやっぱり短いですね。今日本当にもうやりたいやつを、やりたいやつっていうかリクエストもらったやつとね、やりたいやつとこうぶっ込んでいろいろやってきましたけども、いかがでしたでしょうか。ラストは定番のライフでね、終わりにしたいと思いますけどもですね、早いですよね。でも本当に今日は1時間しか撮ってないんで、メガネ外しますね。あのね、ちょっと最近ね、ちょっともうライフもね、いろいろこう見直しててね、そのみんながこうメガネを投げるあれを楽しみにしてくれてるのは僕は非常に嬉しいんですけども、やっぱりこのなんていうか、この曲はやっぱりこう最後に歌うことによってこう皆さんに元気をね、明日への活力を皆様と一緒に分かち合いたい曲でありましてですね、決してメガネを飛ばす曲ではやっぱないと私思いましてですね、まあ、ちょっとその辺はご理解いただければと思います。ちょっとねブレちゃうのでメガネビーキー、分かるんですけどもこの曲はちょっとやっぱりね、この曲こそブレるわけにはいかないっていう、ちょっと私の切なる願いも、ありますので、はい、というわけで、また次回も楽しみにしていただければと思います。では最後です、聞いてください。僕らはいつもの未来を、例えば人生にも
もし勝ち負けがあり優劣があるなら君と肩を並べて皆に唾を吐いてやろう。いつか遠い街で夢が果てても花は咲くだろうさ。悲しい顔はやめてね、それぞれの道を選び僕らは強く時に壊れそうで君の声を求める。僕はいつも君を見ている。いつか別れが来て空になっても忘れはしないだろう。君の全て、君の声、君の話し方、全部君を悪がままに君であればいいぜ。それぞれの未来へ、果てしない未来へ続け。というわけでありがとうございました。今週は以上となります。曲の動画でメガネを、どの曲でメガネ飛ばすか、そしてまたかけるのか、逆にどこかでメガネかけちゃう、そんなウルトラセブンじゃないか、こうなっちゃいますよ。ジャパネスク聞きたい。あ、わかりました。じゃあ次回までちょっとやっていきます。ただね、ちょっと次回がもしかしたら日曜日できないかもしれなくてですね、土曜日になるかもしれないので、ご都合合う人はまたよろしくお願いします。また早めに告知させていただきますんで、来週は土曜日の可能性もありますよということで。違うんですよ、ちょっと用事があるんですよ、日曜日。すいません。間に合えば、間に合いそうなら日曜日やります。はい、今日元気そうな姿も、いえいえ、こちらこそありがとうございます。皆様のおかげでこうやって歌っております。ありがとうございます。今後もよろしくお願いいたします。いや、デートじゃないです。ちょっと好きなアーティストのライブを見に名古屋に行こうかどうか悩んでるっていうだけなんですけどね。はい、つうわけでですね、今日は、都市復活デーということで、お楽しみいただけましたでしょうか。またとりあえずまた日曜日やれるように最大限努力はしますので、よろしくお願いします。なぜいつの間にか日曜が定番になったのか、その辺の話はまた、今後、なんか喋りたいことはね、いっぱいあるんですけどね、また今度にしよう。たまにはね、ちょっと曲解説なんかもやってみたいんですけどね。はい、というわけで明日から1週間また皆さん頑張ろうぜということで、お疲れ様でした。ありがとうございました。 YouTube アップする？もちろんですよ。早ければ明日アップしますので、お疲れ様でした。また来週、バイバイ。